どうもどん底です、やってしまいましたという話で、早速ミスをやってしまいましたね。まあ何をやったかっていうと、荷物の積み忘れがあったということで、これ結構大きなミスですね。まあ運送の場合はね、事故を起こさない、荷物を確実に届けるっていうのがまあお仕事なので、ミスしちゃいましたね。まあ時間に追われたって感じなんですけど、時間が押して、テンパってパニック的な感じになったっていうような形ですかね。まあこういう時まあよく事故とか、ミスを起こすパターンなんですけどね、時間で焦ってるとか、急ごうって思ってる時が、まあそんな感じです。まあ教訓にして二度とこのようなことがないようにということと、あとはですね、ドライバーに限らずですけど、どの仕事でも覚えがいい人と覚えが悪い人っていると思うんですけど、私はどっちか私の場合後者なんですよ。覚えが悪いというのか、その教えてもらったことっていうか見たこととかを、再現性できるかって感じかな。頭では分かってるんだけど思うようにいかないみたいなとこ、まあ単純な覚えっていうよりかは、まあ教えてもらったことをそのままただやればいいってことだったら、まあそれでも覚えが悪い人は何か言ったと思うこれ何回目だよっていう人もいるだろうし、まあいるだろうけど、一応基本を教えてもらって、そこから自分でアレンジしてやるっていう仕事ですかね。だからその想像力というか発想力というか、やることは一緒なんだけど、そのやり方がその頭を使ってちょっと考えなきゃいけないみたいな応用力ですかね。そういうのが、すぐできちゃう人、だから仕事の内容がこんな感じ、これですっていう与えられた時に、そのこれをやるためにはって発想力が出てすぐにできちゃう人もいるだろうし、まあ自分みたいになかなかできない人もいる。こうや最終形はこうなればいいんだけど、そこに至るまでをどうしたらいいかっていうのがなかなか出てこない。まあこれは積み方とかなんですけど、まあでもそれはまあ時間かけて覚えていくしかないですね。そんな感じですかね。本日はまあ早々にミスをしてしまいましたという感じですね。以上です。どうもありがとうございました。